現在日本野球界の中でも群を抜いて資金力が豊富な福岡ソフトバンクホークス、球団設備や3軍からの育成方針などを見ても常に最先端を行っており、ソフトバンクグループの後ろ盾を生かして2017年から20年には4年連続での日本一という見事な結果を残しています。そんなソフトバンクですが、2004年までは親会社がダイエー、チーム名もダイエーホークスだったことを知らない野球ファンも最近では増えてきているみたいですね。そこで今回はダイエー時代末期のフロントと選手との確執について、有名なある事件をメインにご紹介いたします。弱小球団から這い上がっていったダイエー時代、ダイエーホークスが誕生したのは1989年に不採算の球団を売却しようとする南海側と、福岡再開発事業の目玉に球団を保有し九州を核としてアジアも視野に入れた商売を拡大しようとしていたダイエー側の思惑が一致し、球団をダイエーに売却。こうして誕生したダイエーホークスでしたが、1989年から1996年は最下位を3回経験するなど弱小球団を脱却することができませんでした。しかしその間に球団の強化を図ったのが球界の寝技師と呼ばれ、ドラフト会議やトレードなので根本マジックと呼ばれる手腕を発揮してきた根本陸夫氏でした。1993年にこの根本氏がダイエーの監督に就任すると、まず同年11月に西武ライオンズとの3対3のトレードにより球界切ってのスラッガーだった秋山浩二選手らを獲得。さらにこの年から始まったドラフト会議での逆指名制度を利用し、1993年には小久保裕紀選手を指名し獲得します。そして翌年の1994年のオフには FA 移籍で西武のキャプテンも務めた石毛博道選手、左のエースとして活躍していた工藤公康投手を獲得し、ドラフト会議では大学進学を決めていた城島健二選手を指名するなど、ダイエーを強い球団にするべく動いていました。その後1995年からは監督業を王貞治氏に譲り、自身は専務としてフロント入りすると、1996年のドラフト会議では1位に井口忠人選手、2位に松中信彦選手、3位に柴原博選手と後に主力として活躍する3選手を獲得することに成功。こうして戦力を徐々に整えていったダイエーは、1999年に主力に成長した城島、井口、松中、柴原選手ら若鷹の活躍もあり、念願のリーグ優勝を果たすと、日本シリーズでも中日ドラゴンズを破り見事日本一に輝きました。このように一気に戦力が整ったダイエーは翌2000年もリーグ優勝を果たし2連覇を飾ると、2001年2002年も優勝とはならなかったものの、どちらも2位で終えるなど上昇球団への仲間入りを果たしていきました。そして迎えた2003年、オープン戦で小久保選手が膝に重傷を負ってしまいシーズンを棒に振ってしまいますが、代わりに入った川崎宗則選手の活躍、さらに史上初1チームの中で100打点選手が4人生まれるという強力な大ハード打線のもと、3年ぶりのリーグ優勝を達成し日本一にも輝きます。しかし日本一に輝き喜びに浸っている中で、その喜びを一瞬にして台無しにしてしまうようなある事件が起きてしまうのです。球団社長高塚の横暴。この当時球団社長を務めていたのが、1999年から本格的にダイエーのファン獲得のために様々な施策を打ち、観客動員数を見事に増やす手腕を発揮した高塚武氏でした。しかし高塚氏はその一方で、1999年に日本シリーズ MVP を獲得するなど、キャプテンとして日本一に貢献したチームの功労者である秋山選手を理不尽に減俸するという仕打ちを行います。さらに工藤投手との年俸交渉の場で、お前が投げた日は観客動員が落ちると理不尽な言葉を言い放った結果、同選手が FA 移籍で巨人に移籍。1992年のオフには FA 残留を認めないと言って、当時のエースだった若田部健一投手を FA で横浜ベイスターズに流出させてしまうなど、非常に横暴で独裁者的な面も見られていました。球界を震撼させた小久保事件。そして2003年、チームが見事日本一を決め優勝パレードも盛大に行われた翌日の2003年11月3日、突如として生え抜きでチームの顔だった小久保選手が無償トレードで読売ジャイアンツへ移籍することが発表されたのです。この衝撃すぎる移籍報道にダイエーのファン並びに選手は驚き戸惑い、怒りの声を上げ、
チームは予定されていた優勝旅行をボイコットするという事態にまで発展しました。チームメイトだった松中選手は、球団にふざけるなと言いたい、どうして小久保さんをタダで巨人に出さなきゃいけないんですか、あんなにチームのために一生懸命やった人が簡単に放出されるなら僕らだって同じ目に遭う、この球団は勝ちたくないんでしょうね、終わりですよ。ファンには申し訳ないけれど来年連覇したいという気が急激に薄れています、と球団に対して怒りを赤裸々に語り、柴原選手はチームをまとめていたのは小久保さんだったんでチームにとっても大打撃と語り、この年チームのエースとして活躍した斉藤和巳投手も今頭の中が真っ白で何も考えられません、恥ずかしいです、とても日本一の球団がやることじゃない、選手としては侮辱されているとしか思えない、とあまりのフロントのひどい対応に呆れて物も言えないといったコメントを出していました。他にも城島選手は普通じゃない、和田毅投手はシーズン中何度も励ましてくれた、来年いないなんて信じられない、とそれぞれこの事件に対して信じられないといったコメントを残し、監督である大島でもチームが崩壊すると語り、日本一を達成したチームにもかかわらず完全にチームが崩壊していると言っても過言ではないほどに選手の精神状態は良くないものとなってしまいました。ここまでの反発はフロント陣も予想できたはずでしたが、では一体なぜこのような事態が起こってしまったのでしょうか。その真相は高塚氏による小久保選手への報復だったようです。この当時高塚氏はプレー中の選手にサインボールを強要したり、部外者である一般の女性をベンチに入れて選手とハイタッチさせる、さらには高塚氏のセクハラ行為で女性の球団職員やマスコットガールを泣かせるなど、かなり自由奔放な行為が目立っていました。そこでこれらの行為に対してチームの主将を務めていた小久保選手が苦言を呈したところから両者の関係が悪化したようで、小久保選手がオープン戦で膝の大怪我を負った際はこれを交渉扱いとして認めてもらいたいと主張しましたが、高塚氏がこれを拒否、治療のために向かったアメリカでの治療費や渡航費2000万円は小久保選手が自分で払うことになったといいます。こうして高塚氏と完全に対立関係となってしまった小久保選手は、青山学院大学の先輩でありオーナーだった中内忠氏にメジャー移籍を申し入れます。入団以来後ろ盾となってきた中内氏は条件付きで小久保選手に OK を出していましたが、ここにも高塚氏は首を突っ込み小久保選手を自由契約にすると強硬に主張してしまいました。そこでなんとか後輩である小久保選手を救いたかった中内氏は、当時巨人のオーナーを務めていた渡辺恒雄氏になんとか頼み込み、小久保選手の巨人への無償トレードが決まったという形でした。この当時のことを中内氏は、手術の費用が出せない件も私が伝える役割だった、心苦しかった、納得できない部分は誰もが分かっていたが、本人は選手会長として僕は見過ごすことはできない、もうこの球団ではできません、と。その後巨人の渡辺恒雄さんに話を持っていき、巨人とのトレードが決まった。こちらからお願いした立場、誰かと交換してくれというわけにもいかなかった。小久保も膝を断裂して来季活躍する保証はどこにもなかった、というふうに小久保選手から告げられた言葉や異例の無償トレードとなった裏側を語っています。そしてその後中内氏は、トレードの話を伝えるのも僕の役目だった、これまで長い付き合いで小久保のこともよく知っている、もう私も辞める決意ができていた、こんな状況はあまりにもひどかった、だから小久保もう飲みに行こう、と誘い巨人へのトレード話を伝えました、と最後は2人で福岡の街に飲みに行ったことも明かしていました。その後選手やファンから高塚氏追放の運動が盛り上がり、高塚氏は結果的に2004年9月にセクハラを告発され失脚することになりました。さらにこのセクハラ行為が2004年10月強制わいせつ容疑として調べられ、逮捕起訴される事態となり、2005年10月に懲役3年執行猶予5年の有罪が確定しています。しかし高塚氏が残した負の遺産はこの後も尾を引いて、井口選手が2003年オフに高塚氏と結んでいた不可解な契約により、
2004年オフに球団にお金が多く入るポスティング制度ではなく自由契約からメジャーに挑戦することになり、実質球団にはお金を残さずに移籍という形になってしまいました。その後大英陣営は球団運営から撤退し、2005年から現在の福岡ソフトバンクホークスに名前を変えてからはかつてほど球団と選手のもつれは生まれていませんでしたが、2011年オフに杉内俊也投手が FA で巨人に移籍した際にはチームへの愛情はあったものの、球団幹部との感情のもつれに査定制度への不満が重なりチームを離れる決意を固めるに至ったと涙ながらに明かすということがありました。こういった球団フロント側と現場にいる選手たちとのすれ違いというのはホークスに限った話ではありませんが、ファンからすると非常に心苦しいものですよね。今回は大英時代末期のフロントと選手の確執を小久保事件をメインにご紹介いたしました。この事件の後2004年から2006年まで3年間巨人でプレーした小久保選手は体制が変わり、わだかまりがなくなったソフトバンクに2007年に FA 移籍で戻り引退までプレーし、現在はソフトバンクの2軍監督を務めています。このような事件から言えることは、一時的にはひどい目に遭った人間でももともと多くの人から慕われていた素晴らしい人間であれば結果的に幸せになれるということがわかりますよね。それでは本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは野球に関するテーマをコツコツ投稿していきますので、よろしければ高評価やチャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。